4年前、俺は15の頃まで生身の人間でした。こんなしみったれた世の中でも、家族と共に平穏に、まあまあ幸せな毎日を送っていました。しかしある日、暴走し頭のいかれたサイボーグが、俺たちの街を襲ってきたんです。サイボーグ。奴は全てを破壊し尽くしていきました。公園、学校、ビル群、俺の家、そして、俺の家族の命までも。そこに偶然通りかかったのが、クセイの博士。そこで俺がクセイの博士に頼み込み、身体改造手術をしてもらったんです。そして俺は正義のサイボーグとして生まれ変わり、いつかあの暴走サイボーグを破壊すること。完全に油断した。もう勝機はない。こうなったら自爆するしか。すまない博士、この戦いは避けては通れない。何か思い出せそうな。それが無茶だというな。このままでは。セナ博士、先生、俺は戦力外。失敗や二次的な被害などは考えない。この一撃に俺の今を、全てを捧げる。ジェットドライブアロー。